い、皆さん、カスタムカー TV 始めていくよ。MC 社長のカスタムカー TV。 はい、皆さんこんにちは、カスタムカー TV 始めていきたいと思います。今日はですね、もう後ろに見えてますか、じゃじゃーん、 GR86 かっこいいじゃないですか。国産のスポーツのね、これ FR、はい、FR ですね。なかなかないね、ツーシーターの FR ね。もうね、ないよね。もうね、全然ないですね。でこのただでさえですね、この希少で出たばかりの GR86 をなんと今回はエアサス化します。しかもですね、この今回組むエアサスは弊社がメーカーとしてやらせてもらってるエアレンです。多分日本初よね。これをじゃあ早速ちょっとユニットも見ていきましょうか、はい、じゃじゃーんと。まだちょっと梱包された状態ですけども、こちらのね、今回ハードパイプレイアウトのやつですね。後ほどね、ちょっと梱包も解いていきたいと思いますけど、ボブ店長、はい、これは足足サスペンション、はい、ちょっと1本出してみましょうか。どれ、まあいいか。もうサスペンションを持って早20年。かっこいいですね。ちゃんとしっかりしてますね。サイドピラーですね、うん、はい、はい。まあこれだけ見てもね、何のこっちゃっすよね、うん、わかんないよね。まあでも結構ショートバージョンで、ね、うん、今一番下までギリギリですけど、こんだけ、まあ、これでつけたら多分走れないですけどね、うん、上げて、ね、いけるかなっていうところですね。はい、これを早速この GR86 にね組み付けていきたいと思います。日本初のエアレンつけたエアサスのね、ベタベタの GR86、はい、なるんじゃないでしょうか、はい、お楽しみに。社長、お、もうなんか足回りが早いね。終わっちゃってる系、はい、今配管中みたいな感じですかね。早いですね、ボブ店長。はい、ちなみに、さっきの動画を撮ったのが朝で、今撮ってるのがお昼前です。ちょっと見ていきましょうか、はい、お、これは何ですか、この紐っぽいのは。これはですね、最近髪の毛がないんで、あー、こうやって巻くんですよ、こうやって。あと、ムエタイの人とかもね、やってるやつね。あとは、たまに襲ってくるんで、これ襲ってくる。なるほど。まかれないように注意と。危ねえな。動体視力をちょっと。なるほど。ちょっと真面目な話でいいと思うんですか、とりあえず。真面目だよ、常に。真面目じゃないやつのまま終わりにして終わりっていう。ありがとうございました。はい。はい、これはエアサスの配管ですね。この中にカバーするコルゲートチューブですね。配管の、はい、考えますね。はい、チューブ。これをカバーするコルゲートチューブをちゃんとセットして通していくんですけど、今回ユニットをトランクの後ろに入れるので、前までも、まあ、各足に持っていくっていうので、で、当然マフラーとかにね、接触して溶けてしまうことがあるんで、どこを通すかもすごい重要なんですよね。ちょっと中に入ってみましょうか。なかなか車の中とかね、下とか見ないでしょ。下からちょっと足回りとか。綺麗だね、車が。あと1ヶ月、納車して1ヶ月ぐらいですからね。ほぼ初心者だね。はい、こういうとこ通してるんですよ。そうですね、アンダーカバー。アンダーカバーの中とかね。最近の車はね、結構アンダーカバーみんなついてる車種が多いから、体感保護の観点からもあると、本当はね、嬉しいですね。ね、いい車ですね、はい。で、エアサスペンションの、よいしょ、ショックの部分もね、はい、今ちょっとさっき見上げましたけど、はい、ついてますもん、はい、こっちはエアサスじゃないですよ。これはジャッキですね。エアジャッキです。まあ、構造的には同じバッグですけど、はい、業者さん大体こっちの方に食いつく。何これ。はい、ちなみにこれうちで売ってますから、はい、売ってます。はい、こんな感じでね、お団子2つある感じでね、エアバッグ2つ。そうですね、前も前も、もう、おわ、早いね、もう前もついてるよ、ね、もうね、はい、エアサス屋さんみたいだね。エアサス屋さんですね。エアサス屋さんですね、うちらはね。月間だって最低でも、まあ、週に1台は組んでるから3、4台は組んでるよ ね、 月間ね。なんでまあ施工実績の多さとかがね、我々の武器と経験でもあるんで、配管ももちろんですけどね、このショックの、まあ、もちろんエアバッグついてますけど、ショックのね、全長も調整できますんでね、どこで調整したらぴったりかっこいいかっていうね、この辺もやっぱり、初めてのショップさんにはなかなか難しいところなんじゃないかなと思うんで、
はい、もうちょっとで組み上がるみたいなんで、そうですね、はい、この後走行テストですとか放置テストもやります ね, そうですね。なので、まあ、あのすぐに組んで終わりじゃなくて数日間かけて、まあ、エア漏れのチェックですとかね、その辺も全部やっていくような工程に入っていきます。はい、はい、ということですね、86の GR86 ですね、 ARA 日本第1号完成しました。イエ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 イ。ただね、ホイールは、ちょっとこれからなので、今ホイールノーマルなんですけれども、まあ、きっちりとですね、問題なくエアサスもつきまして、まあ、これ落とした状態ですね。上げ下げの動画はね、ちょっと別のクリップで見ていただく、これは今挟むんで見ていただけたと思います。よし、下げ下げですね。はい、車高ですね、下がってますね。はい、すごい下がってます。で、今回はですね、ハードパイプレイアウトですねのキットなので、後ろにですね、後ろに行ってみましょう。こんな感じでウッドベースのですね、ダブルコンプレッサーのキットを、インストールしてあります。パイプの色も変えれるんですね。そうですね、かっこいい。パイプの色も結構、色ぐらいかな、選べるんで、なんか差し色だったりとか、自分の好みの色ですね、選んでコーディネートすることも可能でございます。キーキーですね、ダブルコンプレッサーってことは空気が入るのが早いですね。早いですね、ちょっとパワーがあるんですね。そうですね、しかもこのハードパイプのレイアウトなんで、まあ、正直マンホでハードパイプ曲げると、まあ部材代入れると、まあ20万とか別でかかっちゃうんですけど、まあ、これだったらもう、あの工場で曲げた状態でキットで来るんで、比較的低価格で、こういうハードパイプレイアウト見せられる仕様になっております。まあ、あと車高に関しては、上げればね、さっき動画で挟みましたけども、かなり、回避する回避とかには問題ないぐらいまでバッチリ上がるので、うんうん、はい、走行の問題もありませんね。そうですね、あとはですね、まあ、リアに関してはもっと落としたいって場合は、ハンモックに特注してですね、ショートバージョンを作ればもっと下がるとは思いますが、まあ、下げた分で今度上がらなくなっちゃうんでね、まあ、エアサスとしてのメリットは、まあ、そこは一長一短があるんで、まあ、今回はノーマル仕様で作らせていただいております。じゃあ最後ね、ちょっとオーナーさんの、感想だけ聞いてから、お別れしたいと思います。じゃあ最後ですね、オーナーの松永くんにちょっと感想を聞いてみたいと思います。松永くん、お願いします。お願いします。イエ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 イ、こんにちは。どうですか。いや、まあ予想通りと言いますか、まあやっぱり低い車なんで、そうですね、まあホイールはこれからだからね、ちょっとまだ完成形ではないけど、もう一刻も早くホイールを変えたいまさかエアサス初エアサス初ですね。前の車は前はですね、あの車庫端のスイフト乗ってまして生足だったんで、多分あのもう戻ってこれない楽な世界に来ちゃったと思います。まあね、絶対車庫端、あのね、生足じゃ無理なんですけど、傾斜高もできるし、上げちゃえばね、普通に走れるんで、はい、もう上げちゃえばもうね、踏切直進で全然行けちゃうんで、怖くないですね、踏切、はい、あ、踏切が大好きなんじゃあまずはちょっとね、今回第一段階ということで、はい、まあ、その人多分 SNS とかでね、ホイール変わったりとか、またなんか作業させてもらったら上がってきと思いますんで、お楽しみにしてください。はい、じゃあ、ジェットカスタムカーチャンネルでした。ありがとうございました。ありがとうございます。